こんにちは、石崎です。本日はゴールデングラブ賞についてお話ししたいなと思います。記者投票でもあるゴールデングラブ賞、おそらく動画が出ている頃にはすでに発表があるんじゃないかなと思います。で、この動画を撮っているのが12月2日午前中になります。近年はデルタが出す UZR やレンジランズというもの、エラーの数等で守備がかなり数値化されてきたんですよね。で、もちろんこれらにはまだまだ欠点がありますし、このゴールデングラブはベスト UZR 賞ではありません。その大前提ではありますが、やはりシーズン中いろんなチームの試合を見て、この選手すごいなという選手がスタッツでも目立てば、ファンの中で評価は分かれないと思います。で、近年批判も多いこのゴールデングラブ賞ではありますが、評価されるポイントは多く出場してきたか、失策が少ないか、今まで守備評価が高かった外野ならセンターメインというところがあるのかなと思います。まあ一応12球団全ての試合大体は見させてもらった私がどういう選出をするのか、まあ数値も含めて考えながらお話できればなと思います。まあキャッチャーや投手は数値化も難しいのかなと思いますし、印象的になってしまいますが、まずキャッチャーからセリーグ木下拓哉選手、候補は梅野選手、中村選手、大城選手だと思っていて、試合数的にはこの3人ほとんど変わりません。その中で選ぶ理由とするならば、2年連続ベストバッテリー賞です。はい、まあ、今季も強肩は健在、一時期はスタメンから外れる試合もあったんですが、打撃でもチームの欠かせないコアで、失策パスボールは少なく、盗塁阻止率4割2ブロックリーンはさすがの一言でした。バンテリンドームということはありますが、2年連続別のピッチャーとベストバッテリー賞というのは、まあ、彼の力も相当大きいと思うんですよね。大城選手も盗塁阻止率4割4分7厘でリーグトップ、パスボール2、失策1とかなり守備面で改善されてきたものの、大事な試合や抑え保守的に小林選手が起用されることもあります。パスボールが少なかった上にチーム全体で暴投が24と最小というのは大城選手のおかげかなと思います。で、ここ個人的には大城選手か木下選手かなと思っていて、スタッツ的には大城選手だと思いますが、ベストバッテリー賞の内容を考えて木下選手で予想。まあ大城選手の守備に関してかなり批判というか指摘もありますが、まあ個人的にかなり良くなっている部分はあると思っていますので、彼の今後の成長というのをさらに期待したいなと思います。で、梅野選手も後半の失速と今季の不振でスタメンを坂本選手に譲った試合も増えました。で、中村選手も今季のヤクルトの優勝を支えてきた選手で、数々の投手をリードしてきました。シーズン途中には古賀選手を起用という試合もありましたが、試合の最後まで出て日本シリーズチーム防御率 2.08、 そして彼も打率3割超え、特に1点差試合が5試合の中で全て守り続けた彼が MVP を取りました。で、今季の盗塁阻止率2割5分5厘は低いんですが、まあ彼も守備評価も相当高く、今シーズン多く守ることができました。フレーミング等も非常に高いものを持っています。木下選手、大城選手、中村選手の3人が主に候補かなと思っていて、ベストナイン中村選手、ゴールデングラブ木下選手という形が、まあ、一番丸いんじゃないかなと思っていて、ゴールデングラブは2年連続ベストバッテリー賞の木下選手で考えております。そしてパリーグ、甲斐拓也選手。パリーグ今季多くキャッチャーでスタメン出場したのが甲斐選手、楽天は太田選手、住谷選手、オリックスは若月選手、伏見選手、ロッテは田村選手、そして後半は加藤選手、浜清水選手らではありますが、多く出場し続け、盗塁阻止率4割5分2厘、まあ、彼も守備で指摘されることかなり多いんですが、今季はほとんどフル出場でした。むしろ打撃ではかなり苦しんだシーズンでもあって、三振は142。来年は体制も変わり、海野選手、久喜選手らが乗り込んできます。まあ競争は激しくなっていくと思いますが、現在4年連続ゴールドグラブ獲得中、そしてパスボール少なく盗塁阻止率4割5分2厘、まあ彼が今シーズンも狙えるんじゃないかなと思います。で、投手に関してはまあほとんど言うことはありません。今季最も失点しなかったセパの投手で失策ゼロで、守りの中で一番大きいのは投球だと思っていて、失点をしなかった選手、1年間戦い続けてこれだけのパフォーマンス、まあ山本選手、柳選手で異論はないでしょう。そしてファースト、セリーグはマルテ、ビシェードの争い、パー中村選手と鈴木大地選手が候補かなと思います。で、特にマルテ、ビシェードの比較をすると、マルテは失策10、イニング957で UZR マイナス 1.4、 範囲はある程度見せられていますし、ハンドリングも上手いなという印象はありますが、逆にミスというかここで目立ってしまったところはあるかなと思います。逆にビシェードはカバーリングこそさすがではあるものの、少し範囲が狭くなったり抜かれる打球も多かったなという印象はあります。ただこの2人で比べると
イニングと失策の数でビシエドと、そしてパで中村選手、鈴木大地選手で考えると、鈴木選手1048イニング UZR 3.1 と高いんですが、失策が8と多いんですよね。でイニングは鈴木選手の方が多いんですが、中村選手のハンドリングはさすがで守備陣をカバーしてきました。中村選手は本職外野、鈴木選手もユーティリティ的にこなしてはきましたが、まあパワーこの2人、ここも失策の少なさで中村晃選手かなと思います。でもちろん個人的に一番良いなと思ってるハンドリングで言うと T 岡田選手、若手三遊間は彼のおかげで助かっていると思いますが、彼はファーストで573イニングしか守っていませんので、今回は中村選手で考えたいなと思います。そしてセカンド、まあ、UZR やレンジランズ的には吉川直樹選手が抜けているんですが、さすがにイニングが 658.2 回と少ない印象があります。で一方よく比較になる菊池選手、今までは彼の存在で山田選手がゴールデングラブを取ることができなかったんですが、今年に関しては山田選手も守備で相当というか、まあ、2人の成績を比較すると、まあ、菊池選手が上回っているのは視察数ぐらいなんですよね。であまり知られていないんですが、捕殺というのは守備選手が打者や走者を間接的にアウトにする、まあセカンドゴロというと基本的にセカンドに捕殺がつきます。ただ視殺は逆で、守備選手が打者や走者を直接的にアウトにする。セカンドゴロはファーストがベースを踏めばファーストに視殺1がつきます。まあこういう形になるので、必ずしもそれが全てではないんですが、昨年失策ゼロととんでもない菊池選手、コロナ離脱もあったことで少し守備でも山田選手に引けを取ったかなとも思います。でパリーグ、こちらも中村翔吾選手かなと思います。多く守ったパの選手だと浅村選手になりますが、浅村選手は近年守備範囲の低下目立ちます。今季は打撃不振ではありましたが、その中でもまずまず、範囲内は堅実も、2人の成績比較するとこのような形になります。失策はあれど、中村翔吾選手の守備力って本当に球界トップだと思っていて、球際にも強くて、エチバリアもカバーして肩が強く怪我に強い、打撃でも欠かせない存在、ロッテのコアである彼で予想したいなと思います。そしてサード、まずセリーグですが、岡本選手、村上選手、宮崎選手、高橋周平選手、大山選手らが多く出場した三塁手ですが、大山選手が10失策、村上選手は13失策と失点につながるエラーも目立ってしまいました。高橋周平選手も昨年までほど広い範囲を見せられた感じではなく、スタッツ的にも特に目立ってはいません。その中で多く出場しながら失策をしなかった宮崎選手、岡本選手の争いかなと思っていて、視察や捕殺、併殺等は全て宮崎選手が上、出場試合数的には岡本選手が上、どちらも可能性はあるのかなと思っていて、こういう時に出てくるのが打撃成績や順位もあるのかなと思います。で宮崎選手、岡本選手は正直どちらでもおかしくはありません。個人的に今年の宮崎選手のように範囲が狭くなってきた中でより堅実になっていくというのは、まあ、守備を見ていて安心感はあります。ただ岡本選手の打撃でこれだけ守備貢献しているというのは本当に素晴らしいです。ファースト、レフトもやっていたことで守備タイトルとは無縁ではありましたが、今年こそ狙えるかなと思います。まあ、バントダッシュというか、まあ、チャージというところではそこまで早い印象はないんですが、三塁線等でもかなり守備でも貢献してくれている部分はあるかなと思います。まあ、この2人どちらが選ばれてもおかしくはないんですが、個人的に岡本選手で選びたいなと思います。そしてパワーは難しいんですが、基本的には宗選手、茂木選手の2人の争いです。この2人、さすがにサードの中で守備で抜けている印象があって、茂木選手はもともとショート、大学時代でいうとサードも多く守ってきました。宗選手も外野手登録ではありますが、もともと内野手で今季再び内野転向、派手なプレーで見せ続けてきました。日本シリーズで失策が目立った宗選手ではありますが、今季はサードでまるでメジャーリーガーのような派手なプレーもかましてきました。宗選手の捕殺200は単独トップ、一方併殺20は茂木選手がトップ。視察や二塁打を阻止する三塁線の打球を止めてきたという観点では、まあ、多く試合を見てきた私的には宗選手かなと思います。で一方茂木選手も広い範囲と強い肩で、宗選手ほど派手ではないにしても非常にうまくて球際に強かった印象があります。まあ、ただここは離脱もあってイニング的には宗選手が上回ります。まあ個人的には茂木選手、宗選手の争いで言うと、宗選手がすごい、茂木選手がうまいみたいな感じかなと思います。これから茂木選手、宗選手がサードでゴールデングラブ争いを繰り広げていくんじゃないかなと思いますが、まずは茂木選手、とにかく怪我なくいきたいところです。そしてショート、花形のショートでパワーも言うことがありません。源田選手、今季コロナ感染もありましたが、全19イニング守って UZR22.9、レンジランズ 17.3。 開幕当初少し不安もありましたが、守備は今季もさすがの一言です。8失策と失策もありましたが、2割7分近辺打てて、これだけの守備、今年も彼でしょう。
そして背でも持っているのが中野選手。ルーキーながら非常に高い守備力を見せ、範囲も広かったです。勝負どころでは打撃でも活躍し、チームに勢いをもたらす守備も見せてきました。かなり二塁三塁のカバーもしてきて、本当に阪神にとっては頼もしい存在ではありますが、17失策というのは痛いのかなと思います。で、毎年言われる強打選手ではありますが、今季は打撃で今までより良さを見せてきた一方、失策7、UZR 5.3、レンジランズ 5.3 と極端に目立つことはできませんでした。もちろん圧倒的な強肩、彼が打てるようになってきているのは希望でしかありませんが、やはり坂本選手の攻守の安定感は光っていて、今年も彼かなと思います。そして外野、めちゃくちゃ難しいです。レフトで最も UZR が高いのが 765.1 イニングで UZR 8.1 を記録した西川龍馬選手ではありますが、個人的にセンターの選手が近年多く獲得する風潮があること、また外野手はとにかくイニングを守ることが重視されていると勝手に思っています。その観点でエラーなく多く守ったのが丸選手。かつてほどの広い範囲ではありませんが、やはり範囲内が堅実ですし、クッションは早いです。圧倒的なプラスではなかったとしても、不振がありながらここまで守り続けたというのは大きいんじゃないかなと思います。そして近本選手、毎年なぜか取れないんですが、彼は今季もさすがすぎます。当初不振ながら打撃でも上げ、守備では両翼をカバーする広い範囲、さらに球際の強さも見せてくれます。補殺4とそこまで多いわけではありませんが、外国人選手など守備で苦しい選手が入った両翼でも彼がセンターにいるからまとまっているんじゃないかなと思います。そして鈴木誠也選手、彼はライトですが補殺13と圧倒的です。エラーさんもありますが、強肩の印象は大変強く、球際も強いです。もちろん相対評価でもあるので下がいれば上がるんですが、 UZR11.2、 レンジランズ 6.6 とトップクラスです。塩見選手も広い範囲を見せてくれますが、少し失策が目立ったり疲れもあったか、少し痛恨のミスも目立ちました。そして毎年多く守ってきた大島選手、範囲が少し苦しくなってきてはいますが、堅実に守ってきています。彼の後継問題はもちろん考えないといけませんが、まだまだやってもらわないと困ります。 UZR マイナス 5.6、 レンジランズマイナス3と今季の規定到達センターの中ではワーストではありますが、失策は少なかったです。で、今季復活を果たした桑原選手は、かつての強肩というのが少し鳴りを潜めています。 1068.1 イニング守って、守備範囲はさすが。レフトの佐野選手のカバー含め欠かせないんですが、まあ、かつてセンターでゴールデングラブを取っていた強肩でバンバン刺すという内容とは少し異なってしまっているのかなと思います。球際の強さもありますが、失策3つと多いです。個人的に近本選手、鈴木選手は確定として、残り1人を塩見選手、大島選手、丸選手、桑原選手で争いますが、堅実という観点だと大島選手、丸選手、イニングという観点だと大島選手、桑原選手、塩見選手、球際の強さと身体能力的には塩見選手、桑原選手かなと思いますが、少しその広さがゆえのエラーというか、堅実さというタイプではなく身体能力タイプかなと思っていて、個人的に好きなんですが、ゴールデングラブという観点だと堅実さも大事になってくるかなと思います。まあ、たださすがにスタッツを見ると大島選手、規定外野手の中でワーストになってしまいますので、バランスという観点だと丸選手かなとも思います。そしてパリーグ、こちらも2人は固いでしょう。センターで990イニング守り、最も広い範囲、球際の強さを見せた辰巳選手。ファのセンターで固定できたチームがそこまであるわけではありませんので、守備できたイニングは浅間選手、辰巳選手、福田選手のみ。福田選手は急増センターで相当高いレベルではありますが、少し判断ミス等もあったり、浅間選手は755回と、イニングは辰巳選手が上です。まだ荒いところも見えますが、8失策とさすがの一言で、彼は文句なく選出したいところです。そしてレフトを守り、全試合出場の荻野選手。6補殺、守備交代もあって守備イニングは少ないんですが、怪我なく多く出場し、エラーゼロ。彼もまた文句なく選出したいところ。そして残り1人、こちらは非常に悩みます。多く外野を守った選手で言うと、こちら。わからない。栗原選手や柳田選手は今季ライト、レフト、センターと流動的でした。だからこそ特定のポジションでのスタッツはありません。また今季ブレイクした杉本選手、守備でのマイナスかなり大きく、日本シリーズでも出てしまったり、クッションがまだ苦しかったり、まあ、正直守備面でプラスとはいきませんでした。ただ打撃で大きなプラスを出すことができましたし、吉田選手もしっかりで、まあこの守備の多少のマイナスはもう打撃でカバーしてくれてると言えるんじゃないかなと思います。本当の個人的なところで言うと、愛斗選手と言いたいくらい彼の守備は好きです。球際、肩の強さ、やばいです。ただ終盤は2軍とイニングを守ったわけではありません。で、柳田選手、打撃ではさすがなんですが、今季はかなり範囲が苦しくなってしまっていて、不用意な三塁進塁を許したり、中継ミスも目立ってしまったり、失策は7。かなり多く守ってきてはいますが、
今シーズン守備的にはかなりマイナスになってしまったんですよね。で、栗原選手も外野を多く守っているんで、ここが非常に悩ましいんですよね。キャッチャーでここまで守れることはさすがの一言でありますし、ファースト、サードを守れる便利さ、チームに欠かせません。ただこの中で外野守備でしっかり守ることができたという観点で言うと、ライトで799イニング、レフト含めると合計900イニング弱守り、 UZR11.6、 レンジランズ 5.1、 強肩でアーム 6.3 を記録した岡島選手で考えたいところです。ダイビングキャッチやもともと保守がゆえの強肩で守備の貢献は大変大きく、ファールゾーンでのフライ、強い球際など、まあ本当に今季打撃だけではなく守備でも躍動したかなと思います。まあスタッツというところもありますが、まあかなり印象より派手なプレーをする選手かなと思っていて、まあ飛び込むプレーだとかフェンスを恐れない、そういう思い切ったプレーというのは個人的にすごいなと思うポイントです。全体で考えるとこんなところ、まあ印象で語られることも多いので、そこも含めて勝手に考えてみました。あえて発表直後に出そうとも思っていますので、少しヒヤヒヤしますが、背馬ともに3人目の外野手は悩みますし、背のキャッチャーは誰になるか、そしてパの3塁は茂木選手か宗選手か、かなり悩ましい。まあ記者投票で毎年話題になるので、今年それがなるべくないことを祈っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。